はい、いつもご利用いただき誠にありがとうございます。はい、こちらはフルオーバーになりますかね、まあ、T シャツでしょうかね。はい、ちょっとねデザイン残った T シャツなんですが、はい、こちら鮮やかな黄色いシミの付着が見られますが、はい、カレーが付着したということで、ご指摘いただいております。はい、他にもね、探すとね結構ぼやっとしたシミがあるんですが、はい、こちらにもありますね、カレーのシミが。はい、あと首周りにも付着がございます。汚れてますね、首周り。はい、クリーニングにも一度出されたようですが、取れなかったようですけれども、あとは気になるところとしてはこの袖、ちょっと見ていただくと色の違い分かりますかね、左右で。はい、ちょっとこちらの方がね、黄ばんでるんですけれども、まあ、単にね、汚れた状態で黄ばんでいるのならいいんですけれども、もしかしたら化学焼けしている、まあ何らかの処理されてこのようになっている可能性も考えられますのでね。はい、そちらも合わせてね、処理させていただきたいと思います。はい、まずはこのカレーのシミですね、こちらやっていきますが、なかなか取れにくいシミの代表格でもありますので、カレーは黄色い色素っていうのがなかなかね衣類に付着してしまいますと、頑固にね定着してしまいますので、
はい、まあ我々がやってもね、これだけ大変ですので、ね、ご家庭ではまず完全に落とし切るのが難しいと思っていただいていいかと思うんですけれども、まあ、ほぼほぼもう取れてきてるんですけれども、よく見るとやはりまだね、わずかに残ってるんですよね。Tシャツプルオーバーですね。はい、シミ抜き完了しております。カレーのシミが付着したということでご依頼いただいておりましたけれども、はい、綺麗に除去できております。はい、袖ですね。袖左右で色の違いがあったかと思いますが、こちらもね、均等な白さになっております。真っ白な状態ですね。はい、こちらのね、文字の方もね、はい、現状維持ですね。はい、不具合発生していることはございませんので大丈夫です。はい、ご利用いただき誠にありがとうございます。